さんどうも、霊夢よ。皆さんどうも、マリサだぜ。今、私たちがやってきているのは、仙北高速線の泉中央駅。今の時刻は、夕方の5時前くらいね。ちょうど、特急仙北ライナーの難波駅が入線してきているところだな。今回は、今月末でついに運転が終了となる。ラピートの車両を使った、仙北ライナーを乗り納めしようと思うわよ。ラピート車両の仙北ライナー、ついに終わるのか？そう、今月末、9月30日で、ダイソー運転が終わるらしいわ。そうか、長いようで短い期間だったな。ようやく泉中央に、ラピートがやってくる日常に慣れてきたのに。ということで、最後に乗り納めという形で、乗り通しておこうってことよ。なるほどな。それでは早速車内へ。今回は、泉中央型先頭車である6号車に、座席を確保しておいたわ。いわゆるラピートのスーパーシートだな。本来のラピートでは、スーパーシートを利用するのに、730円の指定料金が必要なんだけど、この仙北ライナーダイソー運用では、レギュラーシートと同じ520円で乗れたんだよな。そうそう。安い値段で、ちょっといい席に座れて、とってもお得だったのよね。そんな話をしていたら、向こうのホームから3000系が発車していくぜ。ラピートの車内から、このような光景が見られるのも、これが最後かもしれないわね。さて、そろそろ泉中央を発車する時間ね。17時3分、泉中央を発車。ここから終点の難波までは、30分くらいで着くわよ。泉中央から3分、光明池に到着。この光明池には、仙北高速鉄道の車庫が隣接していて、この駅止まりの列車や、この駅始発の列車などが一部設定されているんだぜ。今回乗車している、この特急仙北ライナーは、泉中央を出ると、光明池、戸上北、泉ヶ丘の順に各駅に止まり、泉ヶ丘を出ると、次は高野線の天ヶ茶屋までノンストップなのよね。高野や林間が止まる堺東でさえ通過するのか？実は通過しちゃうのよね。すごいな、仙北ライナー。泉中央から5分、関西屈指の難読駅、戸上北に到着ね。確かに、これは初見さんには少し読みづらいかな。泉中央から8分、泉ヶ丘に到着。この仙北ライナーって、この泉ヶ丘を出ると、次はもう高野線の天ヶ茶屋まで止まらないんだったな。そうね、約15分くらいノンストップよ。列車は仙北ライナー最初の通過駅、深井を通過するところね。準急や区間急行が停車する深井も、仙北ライナーは通過なんだな。列車は、中百舌トンネルを抜けて、間もなく中百舌を通過するわよ。仙北高速線はここまでで、この先は南海高野線へ直通していくんだぜ。さて、そろそろ仙北ライナーでしか味わえないメインイベントのお時間ね。メインイベント？ああ、あれか。堺東、通過。ラピート車両の営業列車で、堺東を通過できるのも、これが最後かもしれないわね。そうだな。本来ラピートの車両は、営業で高野線に来ないからな。ところで、どうしてラピートの車両が、仙北ライナーをダイソーすることになったんだ？2022年の5月に、小原田車庫っていう南海の車庫で、
特急車両3万系1編成が、ポイント不転換で、誤って脱線させてしまう事故があったのよね。ほう。それで、当該車両は、大きな損傷を負ってしまって、特急車両が1編成足りなくなってしまったの。うわ、そりゃ大変だ。で、それからどうしたんだ？仕方がないから、特急仙北ライナーで走っていた1万、1000系っていう特急車両を、特急林間として高野線で走らせることになったの。そしたら、今度は仙北ライナーの車両が足りなくなっちゃったのよ。だから、ラピートが代走することに？そういうこと。ちなみに事故の当該車両は、すでに修理が完了して、元気に走ってるわよ。そんな話をしていたら、なんか駅に止まりそうなんだぜ。そう、ここが天ガチャ屋、泉ヶ丘の次の停車駅ね。話をしていたら、15分なんてあっという間だったな。ってことで、泉中央から25分、天ガチャ屋に到着。では、有料座席列車恒例の座席紹介。まずこのラピートの車両には、ドリンクホルダーが装備されているわ。ちょっとわかりにくいけど、さすがスーパーシートであるだけに、リクライニングは結構倒れるな。最後はテーブルね。JR とか、近鉄の日の鳥とかに比べては、若干小さい気はするけど、十分使える大きさね。座席の紹介をしていたら、泉中央から31分、17時34分、終点の難波に到着ね。もう終点に到着なのか、思ったより早かったな。ってことで、いよいよラピート車両の仙北ライナーとはこれでお別れよ。短い期間だったけど、本来ありえない日常を楽しませてくれてありがとな。座席も非常に快適だったぜ。乗ってきた列車は、折り返し、泉中央駅の仙北ライナーになるみたい。10月からこの車両は、おそらく21日に控えている特急ラピートの増発に回されるんでしょうね。そういえば、最近インバウンドの需要がすごいから、ラピートの本数増やすって言ってたな。そうね。10月からは、以前走ってた1万、1000系って車両が、仙北ライナーに復帰することになると思うわ。ということで今回は、今月末で運行を終了してしまうラピート車両での仙北ライナーに乗ってきたわ。520円でスーパーシートに座れたお得列車がなくなってしまうのは残念だけど、最後にもう一度こうして乗車して乗り納めできて本当に良かったと思ってるわ。約1年にわたる仙北高速線へのラピート乗り入れもついにこれで終わってしまうけど、運行されてた期間、仙北高速線内で見られた非日常な光景が、まだ忘れられないな。一度は乗ってみたいと思ってたから、最後にこうして乗車できて、よかったぜ。ラピート車両による、仙北ライナーは、今月末で本当に終わってしまうけど、また、たまに臨時とか、ダイソーとかで乗れる機会ができればいいわね。そうだな。また、ラピートでの堺東通過を経験してみたいものだぜ。ということで、今回の動画はここまで。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録や高評価お願いするぜ。最後まで見てくれてありがとね。ありがとうな。そして、さようなら、仙北ラピート。